ヘンリク・デクフヤトコフスキは、ポーランド出身のイギリス空軍隊員、航空宇宙工学技師、及びバシュ。ヘンリクは1924年に、現在のビエル・コポルスカ・ケンポズナンで生まれた。当時のポーランドは、ユゼフ・ピウス付きの起こした第二次ポーランド、共和国時代で、ヘンリクは15歳の時に、第二次世界大戦を経験、進行してきたソビエト連邦の赤軍に捕まり、 シベリアへと抑留された。抑留から2年後に脱走を図り、イランを通して南アフリカまで逃げ延びた。1943年3月に戦艦エンプレスオブカナダ号に乗り込んで、イングランドへと亡命を図ったが、この艦はイタリア軍の潜水艦によって撃沈されてしまった。しかし幸いにも生き延び、また、イギリスへの到達も成功し、後に現地で、 イギリス空軍に入隊した。終戦後、ヘンリクは工場勤務の傍らで大学に通い、後の1952年にカナダへと移住、モントリオールにあるプラットホイットニーの工場で働き始めた。1957年にアメリカ合衆国へ移って独立し、ニューヨーク市でデクフやトコフスキーエアクラフト社、及びインターコンチネンタルエアクラフト社を創立した。 同社は民間航空機の販売とリースの仲介を行い、これによってヘンリクは大きな資産を築き上げた。そのあり余る資産は多数の不動産物件を彼に所有させた。1967年、ヘンリクは知人であるカナダの実業家、エドワード・プランケット・テイラーが開発したバハマのレイフォード系という高級リゾート地に邸宅を購入した。彼の所有していた。 不動産物件はこれ以外にもニューヨークマンハッタンにある高級マンションなどがあった。また、絵画の収集の趣味もあり、特に印象派、ポール・ゴーギャンやジョルジュ・ブラック、クロード・モネなどの作品を所有していた。ヘンリクは2003年に、レイフォード系の邸宅で防止した。あとの2004年に、その所有していた物件の総額が試算され、 その結果約4500万ドルに相当すると発表されている。イギリスの作家ジェフリー・アーチャーの著作の一つにケインとアベルという作品があるが、その主人公の一人であるアベル・ロフノフスキーはヘンリクをモデルにしたとされる。ヘンリクはかねてよりポロを趣味としており、フロリダ州の名門ポロチームの一員でもあった。1970年代の中頃よりヘンリクは、 サラブレッド競争馬の生産に興味を持ち、自身がコネチカット州グリーンウィッチに開設したケネロットステーブルズに繁殖品馬を持ち込み、およそ60頭近い馬をつなぎよしていた。このヘンリクの所有馬の中で特に有名な馬がダンジグである。同馬は怪我によってたった参戦したのみで引退に追い込まれたが、種母馬として大成功を収めた馬であった。 ヘンリクもその3区をいくつか所有しており、ダンジグコネクションは1986年のベルモントステークスを優勝した。また、1982年のエクリプス少年度代表馬に選出されたコンキスタドールシェイロは、彼の所有馬の中でも最高の競争成績を残した。また1992年、当時破産したかつての名門牧場カルメットファームの 土地770エーカーを購入した。その後1700万ドルをかけて、同牧場の使用区画も買い取り、また残った土地とカルメットファームの組織名そのものも買収し、名実ともにカルメットファームの新しい所有者となった。破綻当初は解散もやむなしと考えられていただけに、ヘンリクの行動は同牧場の消滅を防いだ形となり、競馬界から大きな反響を呼んだ。 あとにチャーチルダウンズ社の広報であるジョン・セシルは、ヘンリクについて、彼は様々なものを競馬界にもたらしてきたが、その中でもカルメットファームを守ったことは、競馬産業の中で永遠に称賛されることだろうと語っている。ヘンリクの没後、カルメットファームなどは、ヘンリクの娘であるアリアンネ・デックフヤトコフスキーによって相続され、その家族と専門家らによって、現在も管理されている。 ありがとうございます。